高なブレンド。おおおお、すげえ。ファンタジスタ、塩沢です。小原です、お願いします。ガリガリが3日間唐揚げ生活したら何キロ太るか。唐揚げっていわば高カロリーな食べ物じゃないですか。そうだね。これをガリガリが3日間唐揚げのみを食べ続けたら何キロ太るのかっていう。じゃあ実際に体重を測っていきます。50ジャスト。え、身長いくつ？165ぐらい。165ぐらいはあると思う。で、50キロ。で、50キロ。ガリガリだね。じゃあこっから何キロ太るのか実際に食べていきます。やった。冷凍食品のレベルが上がりすぎてて、正直ちょっと昨今の冷凍食品業界半端ないです。ジューシーな唐揚げには炭酸最高。これは飯が進むぞマジで。もう白飯あったらこうかき込むやつ。わあ、白飯かき込みて。王将の唐揚げマジでうまい。王将の唐揚げといったらこれですよ。マジックパウダー、これがもう最強の粉。うんまっ。レモンもついてる。これは優しさ。これにマジックパウダー。最初レモンの酸っぱさがあるけど、その後にちょっとしょっぱさもありの唐揚げの旨味が来て、最高なブレンド。高なブレンド。本当はファンタオレンジが一番好きなんだけど、なかなかね置いてないんだよな、ファンタオレンジって。ベストオブ炭酸でファンタオレンジかな、一番好きなの。なんだかんだ結局でも三ツ矢サイダーも結局一周してくるというか、結局三ツ矢サイダーなんかな一番って。さあ、唐揚げ生活3日目です。家にいないので小原邸ですね今日は。はい、3日目のラストですね。終了しました。イエーイ。実際に体重を測っていきたいと思います。3日唐揚げ終わったので体重の方を測っていきたいと思います。前回が50キロ。じゃあ一体何キロになっているのか。えぇ、わくない。48.2。なんで白飯がないから飯が多分進まないんだわ。食う量が少なかったのかな。そうかもな、絶対的な量が、うん、一応結果はマイナス 1.8? 1.8? 48.2 だよね。うん。 1.8 1.8 減るってやばくない？ 3 日でダイエットになりました。やっば。